ロシアもウクライナも動員される兵士の年齢が上がってる、最初にある程度生きのいい連中使っちゃったんで、ウクライナ人の日本語の先生、53歳、動員令状が来ちゃって、いやしんどいなと、41歳の僕だってやっぱり絶対しんどいと思うんですが、ロシア側もですね、最近予備役に関する法律が変わって、予備役の上限がなんと70歳まで上がったんですよね。ずっと続いてきたロシアのグダグダな動員ですけど、ロシアのツイッターのあれ見てたら、精神病院に入ってる人を動員して、だからもう明らかにその人まっすぐ歩けてないんですよ。弾よけになるかもしれないですよ、ね、っていうことでしょう。すごく邪悪なこと言うとですよ、でまさにワグネル的な使い方で使い潰す気満々の、だからまあお互いやはりもう1年5ヶ月総力戦をやってきて、もうなんかかなり悲惨な感じになってきてますよね。